今日は遊びの中で育つ人との関わりについて学びます。人との関わりと遊び。遊びの大切さ。前回、遊びが人間として大切な要素を学ぶ行為なのだということを確認しました。ところで、あなたの記憶に残る遊びはどんな遊びですか聞かせてください。私が思いつく遊び、いろいろありますが、例えば、 田んぼの藁を組んで秘密の基地を作る。田んぼでオタマジャクシやゲンゴロ、カエル、いろんな虫を捕まえる。鬼ごっこ、ケンドロ、ゴム遊び、ゴム飛び。他、いろいろありますね。どんな遊びが皆さんの心の中に残ってますか思い出してみてください。改めて、遊びとはどのような要素があるのでしょうか それは以下の4点です。自由で自発的な活動であり、面白さ、楽しさ、喜びを追求する活動であり、活動自体が目的なのであり、幼児の成長発達に欠かせないものであるということです。保育者は一人一人の子供にとってそれが遊びになっているかを常に考える姿勢が必要です。 日本の保育学者で、つもり式乳幼児精神発達検査を手がけたつもりまことは、子ども学の始まりの中で、子どもが十分に遊ぶことができるということは、当たり前のようでありながら、簡単なことではない、それには大人の支えが必要である、どのようにして子どもが十分に力を出して遊べるようにするかということは、保育の実際の問題であり、それが保育の過程である。 幼児がひたすら遊んでいる。その遊びには、うっかり触れたら壊れそうなその子供の世界が伺われる。ひとたび一緒に遊び始めたら、こちらもひたすらに遊ばなければ申し訳ないような真剣な世界がある。と述べています。がんの深い言葉です。三保育園での遊び 保育園での遊びは家庭や地域の遊びとは同じものにはならないでしょう。保育者と子ども、同年齢同士、異年齢の関わりもあります。保育者の視点は、子どもの遊ぶ姿を捉え、主体的に遊び込める環境を構成しながら、遊びの様子を観察、援助する点にあります。4、遊びと発達。では、ここで質問です。 5歳児が3歳児に比べて成長したと感じるのはどんな様子を見たときでしょう画面を一時停止してちょっと画面から目を反らせて自分なりに考えてみてください。では回答例をお伝えしますね。難しいことができるようになったとき、例えばハサミをうまく使えるようになった。ブランコが焦げるようになった。縄跳びが上手になった。 遊びの仲間が一人から三人に増えたことで社会性が出たと感じた時などいろいろな場面が思いつくと思います以前は発達とは未熟な子供が完成した大人の姿に向かって変化していくこととして捉えられてきましたしかし発達は一直線ではありません時に停滞飛躍しながらジグザグに進んでいきます 具体的状況の中で壁にぶつかり葛藤体験をしながら自身ももつれた糸を解いていくことが重要なのです保育とは子ども自身がもつれた糸を解いていくのを援助することでもあります五遊びと仲間関係みんな仲良くというのは実際には難しく気の合う子や 八チ直子ばかりではありません。それが合っていたとしても自我がぶつかる中で様々ないざこざは発生します。その喧嘩や仲間外れの状態を未熟さとして捉えるのでなく、子供自身がより良い環境を作り上げようとしているプロセスとして捉えることが重要です。保育者の関心は、クラス、集団に適用できない子供をどう指導したらいいだろうか、友達と遊べない子への支援はなど、 いかにしてクラスをまとめるかに偏りがちですしかし集団的を求めるのではなく将来真に人と関わることのできる力の基礎を育てておくことが大切です友達の中で自分の存在に気づき自分の世界を確かなものにしていくプロセスの中で自分と同じ欲求、世界を持つ友達を発見してそれを認め 受け入れることが人との関わりの第一歩となります。喧嘩しないで仲良く遊ぶ子を期待し指導することは付き合いの広さを無意識に狭めているかもしれないという意識が重要なのです。六遊びの中に子どもたちは遊びの中につながりを求めようとします。つながりは体験の共有によって作られていきます。 体験の共有とは同じ場所にいる、同じものを持つ、同じ経験をすることなどです。44ページからエピソード1から6があります。すべて目を通してください。どんなことを思いましたか感じましたか学びましたか声に出して言ってみてください。では今から一時停止してエピソード6までに目を通してください。 四十七ページのエピソード六の内容を確認しましょう実習生は子ども数人が同じ花柄模様を描いている場面に出くわしますあなたがもしその実習生ならその状況をどのように受け止めますか実習生は初めは真似して何が楽しいんだろう他に描くことがないんだろうかとどちらかというとマイナスな発想で見ていましたがはたと子どもたちが同じ行為を持ってつながろうとしているのだということに気がつきます この気づきに私は感動を覚えました皆さんはいかがですか 2> 2いざこざこが関わりを深める一時停止をして44ページのエピソード13から15を読んでください、はい、では再開します。 エピソード13にあるように、1歳児では相手が持っているものを欲しがって取り合いになるトラブルの場面が多く見られます。精一杯自分の思いを主張している姿が見られます。4歳児になると、馬鹿にされて悲しい、無視されて悔しいと、そのトラブルに関連する感情も複雑化していきます。けれど、このようにトラブルの中で悲しさ、悔しさ、孤独、寂しさというマイナスの感情を感じることが、結果的に、 仲良くなることの大切さを学ばせます。つながりはこのような感情の体験を通して確かに育っていくものなのです。一時停止して56ページエピソード16を読んでみてください。結構衝撃的なエピソードですね。時には自分の気持ちを率直に表すことも大事です。 子供の世界の率直さこそが互いを真の意味で成長させることになります。この後、たけしとみき子の関係がどのように変化していくかを捉えることが大切です。次に57ページの漫画を一時停止して読んでみてください。積み木が壊されたという同じ状況ですが、積み木を壊した相手が自分より小さい時は我慢し、同じ年の子が壊して 来た時には怒っています。自分より小さい子への寛容な振る舞いが見て取れます。温かい気持ちになるエピソードですね。三番育ち合う姿。一時停止して五十八ページエピソード鉄棒をめぐってを読んでみてください。ドラマのある話展開でしたね。何事も頑張る努力や挑戦するタイプの子。 良くないと思うことははっきり伝えられる子、優しい気持ちを持った子、いろいろな性格の子供たちがいるからこそ互いに育ち合うことができるのです。59ページエピソード17から20を画面一時停止して読んでみましょう。 61ページのエピソード20では、互いが少しずつ我慢し、妥協することで、新しいルールが生まれたり、新たな遊びに発展する様子が見て取れました。厄介なことがあっても、嫌な思いをしたとしても、人は人と繋がろうとします。子供がある場面で一人で遊んでいるように見えても、繋がっている実感というものがあれば寂しくはありません。 保育、人間関係の狙いは、他の人々と親しみ、支え合って生活するために自立心を育て、人と関わる力を養う、です。その力の多くは、子も同士の遊びの中で育まれる、ということを知っておきましょう。